はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、時計界に君臨する三大派閥について話していこうと思います。前回の動画で時計ブランドのオーバーホールの基本料金についてお話しさせていただきました。でその中で時計ブランドのオーバーホール料金は所属するグループによって違ってきますよというお話をしたんですけども、覚えているでしょうか。ぜひですね、もう一度見返していただくか、まだ見てないよという方は見てみてください。リンクを概要欄に貼っておきます。時計ブランドについて知ることも大切なんですが、その時計ブランドが所属しているグループですね、もっと大きな力を知ることによって皆さんの時計選びのですね、何か参考になるかなというふうに思いますので、ぜひ最後まで見ていただければというふうに思います。今回の内容を5つに分けると、1、時計界のコングロマリットの概要と勢力、2、スウォッチグループの歴史と特徴、3、リシュモングループの歴史と特徴、4、LVMH グループの歴史と特徴、5、まとめ、この5つの内容に分けていこうと思います。ちなみにですね、このグループ派閥のことをコングロマリットというふうに言いますので、今日の動画ではコングロマリットというふうに呼ばせていただこうと思います。腕時計のある人生では普段から時計のことをとにかく分かりやすく話すチャンネルになっています。さらにですね、時計プラスアルファを得られるようなチャンネルを目指し作っていますので、時計好きの方はもちろん、時計初心者、時計にまだ興味がないという方もですね、きっと何か得られるものがあると思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。1、時計界のコングロマリット概要と勢力。まずはですね、こちらの図をご覧ください。これはですね、時計界のコングロマリットや独立系の時計ブランドをまとめた表になっています。赤い枠がスウォッチグループ、青い枠がリシュモングループ、緑の枠が LVMH グループというふうになっています。この3つがですね、時計界の3大コングロマリットというふうに言われています。そしてオレンジの枠がフォッシルグループ、ピンクの枠がシツズングループ、紫の枠がケリンググループ、黄色い枠は独立系の時計ブランド、そして黒い枠は独立時計師アカデミーと呼ばれるですね、どの企業にも属さず活躍しているトップ中のトップの時計師たちの集まりなんですよね。これはいつか動画でまとめようと思います。ここにですね、載っていないグループやブランドもまだまだたくさんあるんですが、大きなところで言うとこういった陣容になっています。どうでしょうか。私はですね、これを見た時に、あのブランドとあのブランドが同じグループだったのとか、あ、このブランドとこのブランド雰囲気なんか似てるなと思ったら、あ、同じグループかというようなですね、まあ、意外な発見があって面白かったです。続いてこちらのグラフを見ていただきたいんですが、これはですね、モルガン・スタンレーによる2017年のスイス時計の売上高の割合を表した表になっています。まあ、これによるとですね、スウォッチグループが 29.1% と売上トップですね。次いでリシュモングループが 19.7% で2位、3位には単一のブランドとしてロレックスが 19.4%、 そして4位に LVMH グループが 7.9% というふうになっています。これを見るとですね、三大コングロマリットと、ロレックスがスイス時計の4分の3以上をですね、売り上げていることが分かります。いかにですね、この三大コングロマリットが強いか、そしてロレックスが強いかということが読み取れますよね。続いてこちらの表を見ていただきたいんですが、これもですね、モルガン・スタンレーの2019年のレポートで、今度はですね、個別ブランドの売り上げを表している表です。これを見ると上位10社は1位ロレックス、2位オメガ、これはスウォッチグループ、3位ロンジン、スウォッチグループ、4位パテック独立系、5位カルティエリシュモングループ、6位オーデマピゲ独立系、7位ティソスウォッチグループ、8位タグホイヤ LVMH グループ、9位 IWC リシュモングループ、10位ジャガールクルトリシュモングループと、こういった陣容になっています。まあ、こう見るとですね、やはりスウォッチグループが強く、独立系もですね、さすがに自力があるなというような感じがします。またですね、ロンジンが何気に3位に来ていることも意外でした。個人的にはですね、リシュモングループがもっと上に入っているかなというふうに思ったので、そこは意外な点でしたね。でこの2位と3位にですね、オメガとロンジンが入っているっていうことをぜひ覚えておいてほしいんですね。まあ後でちょろっと出てきます。2、スウォッチグループの歴史と特徴。
1983年に誕生した時計業界最大のグループ、それがスウォッチグループになっています。少しその歴史を紐解いていこうと思います。長らくですね、時計産業の中心地と栄えていたスイスだったんですが、1969年、セイコーがクォーツ時計を発表したことに端を発したクォーツショックが起きます。スイスはですね、かつては1800社ほどもあった時計関連企業の3分の2が倒産してしまうんですね。そして従業員も9万人からなんと4万人まで減少してしまいました。そこでですね、スイスの時計産業はとある人物にどうすればスイス時計産業を救済できるかというですね、コンサルティングを依頼するんですね。でその人物こそがニコラス・G・ハイエックという人物です。彼はですね、1928年生まれのレバノン人なんですね。物理学と教育学を修めてスイス人と結婚して、スイスにてハイエックエンジニアリング社というものを経営していました。彼はですね、相談を受けた時に薄いクォーツムーブメントに着目するんですね。そしてそれを改良し、1983年、安いプラスチック製のクォーツ式時計を大量に生産することに成功します。この時計こそがスウォッチなんですね。でその過程で彼は3つの改革を起こしました。一つは大規模な設備投資を行い、全自動で時計を作れるようにしたこと。これによって安価な時計が作れるようになりました。一つはユニークな広告戦略。広告にですね、かけるお金がなかったようで、巨大なスウォッチをですね、作成し、それを看板として各地に取り付け、スイス製であるということを強調したんですね。一つは品質向上。もともとですね、エンジニアリング畑の彼から見れば、時計業界の品質管理っていうのはまだまだだったようです。そこをですね、徹底的に改善し、消費者の満足度向上を図ったんですね。まあ、これを見て面白いなと思ったのは、ハイエックの背景が生きているということです。まあですね、彼は物理学と教育学を修めていると話しましたよね。まあ、この2つのですね、学問が見事に生かされているなと個人的には感じました。で時を同じくして ASUAG 社、これはですね、論人と銀行が作った会社ですね、と SSIH 社、これはオメガと銀行が作った会社ですね。この2つのですね、会社が合併するんですよね。でそこにスウォッチ社とエボース SA というものがあります。これはですね、ムーブメントやパーツを作っている企業の集団ですね。あのエタ社もこのグループの一つですがですね、合併し SMH 社というものが誕生します。1986年のことです。これこそがですね、スウォッチグループの成り立ちなんですね。注目していただきたいのは、もともとこれはスイス時計産業を救済したいというところから出発しているという点です。後で話すんですが、他のグループはですね、まあ宝飾系とか服飾系のグループがですね、ブランド戦略と買収により時計業界へ参入してきているんですね。それに対してこのスウォッチグループはスイス時計によるスイス時計のためのグループと言えるかもしれないですね。そして面白いことに、先ほど話した売上ランキング2位オメガ、3位ロンジンだったんですが、この2社はですね、まさしくこのスウォッチグループの立ち上げ当初のメンバーなんですよね。なんかこうそれを知ってですね、嬉しくなりました。まあ誰やっていう目線なんですけどねでそんなスウォッチグループにはですね、ヒエラルキーを4つの階層に分けているんですね。1プレステージ&ラグジュアリー、これはブレゲ、ブランパン、ジャケドロー、ハリー・ウィンストン、オメガ、グレス、グラスヒュッテオリジナル。続いてハイレンジ、これはロンジンとラド。3番目がミドルレンジ、ティソ、ミドー、ハミルトン。そしてベーシックにスウォッチがあるんですね。これら4階層によって構成されています。そしてスウォッチグループの最大の強みは、最強ムーブメントメーカーエタ社を抱えていることなんですよね。で、エタ社が安価な汎用ムーブメントを安定的に各ブランドに供給できることで、スウォッチグループっていうのは効率よく時計製造できているわけです。ちなみにこのエタ社は他のグループのブランドにまでムーブメントを提供しているんですよ。なんですけども、2002年にですね、ハイエック氏はそのせいで時計ブランドは単に組み立てとマーケティングによって経営しており、技術的成長がないと
いうふうに指摘して、2006年にはですね、エタ社のムーブメントを他のグループにもう提供しませんよという方針を発表するんですよね。しかしですね、この方針っていうのは大きな大きなニュースとなって、業界を巻き込む論争になっていったんですね。なぜなら通常ですね、このムーブメントの開発っていうのは莫大な費用と時間がかかるんですよ。もしですね、このエタ社のムーブメントを得られないとなればですね、他のグループのブランドっていうのはもう経営が危ぶまれるほどなんですよね。まあそんなこともあって議論はですね大きく発展し、ずるずると先延ばしにされ、最終決定は2020年夏というふうに今のところ言われているんですよ。まさに今この瞬間なんですね。どういった方針になるのか大注目です。そんなですね、スウォッチグループの特徴は、まあ、ブレゲからティソまで、まあ、低価格帯からハイエンドのブランドまでバランスよく構成されていることかと個人的には思っています。そして並行差別もないグループとなっているんですよね。まあ、個人的なイメージは運動ができて誰にでもフレンドリーなクラスの人気者、こんななんかこうとっつきやすさがスウォッチの特徴かなというふうに個人的には感じています。まとめるとスウォッチグループの特徴は、1983年に誕生した時計界最大のグループ、2低価格帯から高価格帯のブランドまでバランスよく構成されている、3エタ社という世界最大級のムーブメントメーカーを傘下に収めている、この3つがスウォッチグループの大きな特徴かなというふうに思います。3リシュモングループの歴史と特徴。1988年にカルティエを筆頭として誕生したラグジュアリーグループ、それがリシュモングループで、第2位の売り上げを誇るビッググループなんですよね。その歴史を見ていこうと思います。リシュモングループは1988年、南アフリカ人の実業家ヨハン・ルパート氏によって持ち株会社ホールディングカンパニーとして誕生するんですね。なので事業を自分たちでするというよりは、いろんな企業の株を持って成長している会社というふうになっています。で、設立当初保有していたのはカルティエとロスマンズ、これはタバコやビールを扱う会社です。そしてダンヒルとクロエだったんですね。そして1993年、ラグジュアリー事業を独立させます。それからですね、あのバシロン・コンスタンタンやパネライを傘下に加えて、1988年にリシュモンというふうに名乗るようになります。そして2000年にはジャガールクルト、 IWC、 ランゲ&ゾーネとですね、名だたるメンバーを買収。そして2008年にはロジェ・ディプイさえもですね買収して勢力を拡大し続けているグループになっています。リシュモングループはですね、4つの大きな事業を持っています。宝飾、時計、レザー、筆記具、この4つですね。なんですけども、売上の半分はですね時計というふうになっているようなんですね。で、こうしてみるとですね、先ほどのスウォッチグループとは成り立ちが全く異なるということがわかると思います。スウォッチグループを設立したニコラス・G・ハイエックは物理学と教育学の背景があり、エンジニアリングと教育によってスイス時計業界を救済しようという成り立ちでしたよね。対してリシュモングループを設立したヨハン・ルパート氏はですね、経済学と会社法を学んでおり、ブランド戦略と買収によって成長してきているグループになっています。まあ、別にですねどちらがいいというわけではないんですが、まあ、両者のですね歴史を深掘りしていくと、両グループの、まあ、雰囲気とか戦略に納得いくところが多くてですね、非常に面白いなと思った次第です。リシュモングループのムーブメントメーカーにはバル・フルリエというメーカーがいます。これはですね、エタ問題が表面した後の2005年、リシュモングループが設立したムーブメントメーカーなんですよね。リシュモングループにはあのジャガールクルトをはじめとする、まあ、そうそうたる面々が揃っていますよね。まあ、そうすることでノウハウを共有蓄積することで、ムーブメントメーカーを設立することができました。そしてですね、このバルフルリエは2014年、新工場を立ち上げてですね、さらに強化していくことになるんですね。で、なんとですね、この陣頭指揮を取っているのは元カルティエで活躍したキャロル・フォレスティエ・カザピ
というですね、女性なんですよね。まあ、時計界でかなり珍しいと思います。なんと女性がリーダーで指揮を取っていると。で、彼女の指揮のもとですね、バルフルリアはですね、俗に言うリシュモンムーブメントというものを開発するんですよね。近年ですね、ボーム&メルシェなどで話題になったボーマティックムーブメントも実はこれが元になっています。またですね、リシュモングループで有名なものといえば SIHH ジュネーブサロンというものがありますよね。これはですね、各時計ブランドの新作発表会のようなものなんですが、もともとはですね、スウォッチグループが主導するバーゼルワールドというもので、まあ、誰でも入れるお祭りのような新作発表会に、このブランド、リシュモングループのブランドたちも参戦して発表していたんですよね。しかしですね、1991年バーゼルワールドに出店していたカルティエがですね、ホットドッグ食いながら時計が売れるかということで離脱していくんですよね。それに賛同したのがピアジェやボーブ&メルシェだったそうです。まあですね、あのバーゼルワールドっていうのはもうみんな誰もが入ってきてやんやんやんやとお祭りのような雰囲気なんですよね。まあそんなとこで時計の話ができるかということで、まあ、カルティエが離脱したというふうになっています。そしてですね、彼らが翌年から自分たちでジュネーブサロンというものを開催するようになるんですね。で、これはですね、招待客のみがですね入れる落ち着いた空間で豪華な演出をしているんですよ。ということで、そんなところからもですね、スウォッチグループとこのリシュモングループ、まあ、片やお祭り騒がりでフレンドリー、片や閉じられた空間でゴージャスにということで、それぞれの雰囲気が明確になって面白いですよね。まあ、ちなみにこのジュネーブサロンは2020年から Watches and Wonders というふうに名前を変えて、より開かれたものというふうになっています。まあ、そんなですね、リシュモングループの特徴は、世界五大時計であるバシュロン・コンスタンタンやランゲ&ゾーネをはじめとするもう超高級一流ブランドが多く集まるグループなんですよね。そして上品で正統派な時計を作ることを得意としている感じがあります。並行差別もありません。さらにですね、最近新品のですね、保証期間を8年にするというブランドも多く出てきているんですよね。まあ、個人的なイメージは、真面目で成績優秀な優等生、クラスの正統派学級委員長というイメージがあります。まとめると、リシュモングループの特徴は、1、1988年にカルティエ主導で誕生したラグジュアリーグループ、2、世界五大時計のバシロン・コンスタンタやランゲ&ゾーネなどビッグネームを揃えている、3、上品で正統派な時計を作るブランドが多い、この3つがリシュモングループの特徴かなというふうに思います。 4. LVMH グループの歴史と特徴。1987年ルイ・ヴィトンとモエ・ヘネシー、まあ、シャンパンなどの会社ですねが合併してできたコングロマリット、それが LVMH グループです。1999年照明、タグホイヤー、ゼニスの買収によって時計業界へと参入してきます。さらに2008年にはウブロー、2011年にはブルガリを買収し、現在売上第4位の地位につけているグループなんですよね。他の2グループに比べて、ファッションハイブランドが数多く入っているのが特徴です。まあ、そのためかですね、まあ、ウブロとかゼニス、タグホイヤーなど前衛的で革新的なデザインのブランドとか時計が多いのが特徴になっています。そして他の2グループのようなムーブメントメーカーというものを要しておらず、主にですね、外部のギボア・ティプラというメーカーからムーブメントの提供を受けることも多くなっているようです。で、もともとですね、彼らの新作発表会はバーゼルワールドで行っていたんですけども、このですね、2020年 LVMH ウォッチウィークということで、 LVMH グループの時計ブランドのみで新作発表会をなんとドバイで行ったんですよね。このなんかドバイでやるところが、まあ、斬新で革命的、アグレッシブルなイメージの強い LVMH グループらしい選択だなというふうに思います。他と違い並行差別があります。この辺はですね、前回の動画を見ていただければというふうに思います。まとめると、 LVMH グループの特徴は、1987年ルイ・ヴィトンを中心に誕生したラグジュアリーグループに、ウブロ、ゼニス、タグホイヤーなど前衛的かつ革新的なデザインのブランドが多い、3、
並行差別がある、この3つが LVMH グループの特徴かなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、三大コングロマリットグループについてお話しさせていただきました。もう一度まとめると、1、スウォッチグループ、1983年誕生、世界最大のムーブメントメーカーを持つバランスのいいグループ。2、リュシモングループ、1988年誕生、上品で正統派なラグジュアリーグループ。3、LVMH グループ、1987年誕生、前衛的かつ革新的なラグジュアリーグループ、まあ、こんなところが今日のまとめかなというふうに思います。まあ、それぞれのですねグループの歴史を紐解いていくと、それぞれの戦略や特徴、雰囲気に納得いく点が多かったと思います。まあ、やっぱり面白いなと改めて思いました。時計を購入するにあたり、まあ、直接的にはあまり考えない点かと思うんですが、まあ、参考程度に頭の片隅に入れておいていただければ参考になると思います。今後ですね、独立時計師アカデミーや独立系のブランド特集なんかもやっていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価などを押していただければなと思います。今日の動画がですね、皆さんの時計選びの参考になれば幸いです。それではまた、ありがとうございました。